めっちゃ面白いよね、うん、こんなヒゲ生えてんだっていう。うわぁ、シゲちゃん、女の人ばっか見てる。見てないよ。レイラさんばっか見てるじゃん。違う、俺このヒゲリンゴの方見てんだって。違うじゃん。だってシゲちゃんハーフ顔好きじゃん。だから見てるんでしょ。いいよ、俺別にハーフ顔好きなんて言ってないじゃん。言ってるじゃん。加藤ローサ好きって昔言ってたじゃん。そういう時期はあったけど、今ヒゲリンゴだって。悪かったね、ひな人形顔で。え？怒りのあまり石になりました。どうしよう。コン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 。200点満点の作品。はるちゃん、終わったよ。どうしたらはるちゃん人間に戻るのかな。バキバキ、バキバキ、バキバキ。いやー、少しだけ人間に戻ることができました。少し。半石、半人間です。バキバキバキ。バキバキ。全人間でーす。ああ、よかった。びっくりさせないでよ、もう。シュリちゃんが石にしたんでしょ？シュリちゃん、ひげ剃ったの？だって、ハルちゃんがさ、お前嫌だっつってたじゃん。え、ありがとう、嬉しい。あ、じゃあ、右か左言って。左。でロキソニンでしたー。残念、こっちだとステラおばさんのクッキーでした。くー、はい、具合悪くないけどどうぞ。じゃあ食後にいただきます。はるちゃん。ん？はるちゃんこんにちは、岡田まさきだよ。岡田まさき？はるちゃんかわいいね。わー、ドキドキする。どうしよう、チューしちゃおうかな。いや、そんな困りも。しげちゃんじゃん。やだ。岡田将生としげちゃんどっちがいい？しげ田将生。しげちゃん、あ、熱い。怒りのあまり熱くなってしまっています。どうしよう。あずきバーです。ひや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 、パーン。戻った？おしるこになりました。猫ちゃん、猫ちゃんたちおいで。ほら、よしよし、ほらお食べ、猫ちゃんたち。あれ、大きい猫ちゃんもいた。猫も外れされてるのかい？うん、かわいそうに。食べ。ぼぼあ。さっさっさっさ。
抜け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 元に戻った。ひやちゃん、今日からうちの子におなり。にゃー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 、今日から君の寝る場所を教えてあげるから、お布団のところにおいで。にゃー、